そう、イカダもね、ラフトもね、そうやりたいんですよ。やりたいもの多すぎて困っちゃうね。まあ、ほんとデッドバイデイライトこれ2年も経ってんのに、私永遠とやってて、面白すぎるっていうね。面白すぎる、この鍵が。違った、これ豚の声やった。ハントレスの歌声に聞こえちゃったな。女は度胸、そうだろう。なあ、めっちゃこれ残りがすげえ、すげえ残りがやな、これ。どんだけ長い間こう聞いてんの。よし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 最高ですね。さっきスミス君いたけど、どっか行ったの。お互い回復した方がいいんだけどね。お、先にやってやろう。じゃあお姉さんが優しく撫でてやろう、背中を。吐いてもいいんだよ、気持ち悪かったら吐いてもいいんだよ。はい、どうぞ。もう3壁構えでね、3段構えで壁を作っていくっていうね。人間を私不信、人間を信じない感じで来てたはずなんだけど、おかしいな。一人私ね、発電機を直して脱出するつもりなんで。呪われてんのかこれ。やだね。近くじゃあるまいなこれ。でもさっきプッチョが向こうに進んでたから、向こうにあるんじゃないかな、小屋付近。なんか誰もいなくて寂しいですねここ。きや、声入れなきゃ、声出せなきゃ今の。これでグレートスキルチェック出ますから、ね、騙されたと思って使ってみてください、この技。この辺ないだろうね。この辺ないだろうね。結構遠いなあれ。逆側やん。こう側やん。あった、先に壊させていただきます。目立つじゃねえか、仕事ができる女ってところを見せてやる。そして仕事ができすぎるがゆえに仲間を見捨ててハッチで脱出してしまうという、この合理的なね、イエス考え、精神で更新していきますから。スピリチュアルな部分を持った女性ってのはね、やっぱね、魅力的なんでね。そういったのはいいよね。強さもあり、信念もありね、合理的にね、ビジネスマン的な考えをしつつも、スピリチュアルな部分も持ってる。ただちょっと人間を信用していない節はあるけど。おっぴつありがとうございます。都会のクマさんありがとう、こんばんはです。さあどこでやってんの、クンズ法律どこでやってんのみんな。これ私ほんとビジネス的ウーマンだからさ、もう一人で仕事こなしてるけど、一人で居残ってデスクワークやってるけど、そういうなんかホラー映画好きだね。その一人で残業して居残ってるキャリアウーマンの、なんかこう雰囲気からのスラッシャーホラーみたいな。
さあ、ついちゃうよ。オーケー、残り1個。もう非常口入っていいんじゃない？これもう仕事したし、私非常口探さんとさ、なんか近くでパリに言うだけど、一応なんかパーク揃ってるっぽいプッチョくんだから、割っとこうか。チョコレートさん100ビッツありがとうございます。電球です。遅れてなかったみたいですね。精神更新するかなんか中途半端にメーターが少しずつ溜まってるという、今怪奇現象に襲われています。助けてください。人など助けに行かない、なんつうてな。そんなことはさておきですよ。ふん、さて助け行っちゃいますか。じゃあもうノリでノリで行っちゃう、行っちゃうもん、ノリで行っちゃう。これ点数が欲しいし行っちゃう。ちょっと待って、私精神、おアドレナリンなの、あなたすごいね。非常口どこよ、非常口。世界の中心にあるかもしれない。地下かこれ。マジか。ここに非常口ないの、なかったっけ。ないな。どうしたのかな。さてさて、はてさて、よいしょー、こっち来い、私が引っ張ろう。人間信じてもよかですか。ほい、人間信じてもよかですか。全く関係ない方行った方がいいね、これ。すいゲッホゴッホですわ。イエス、来たまえ。誰も言ってねえか、誰もタツキ言ってねえか。これ参ったな、これもう非常時帰るぞ私。どうなってんだおい。あ、先にあれ開けてたんだね。なるだけ時間稼いどいた。ボロタイムやん、いいやんいいやん。え、ボロタイムが一気に回復したってことは瓶かなんか使ったか、まさかの。あらー、大丈夫これ。もう一人見たこっちゃないよ、もうだいぶ面倒見たからね。あ、いや、もったいないよね、だってこれ。え、ああ、あ、そうですか、もう勝手に開いちゃうもんねこれ。鍵の意味。ビッツありがとうございます。 Thank you です。鍵の意味、今の持ってった意味。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてください。人間の素晴らしさに触れたね私はね、みんなの役に立つやつ。